ふわとろオムライスチャレンジスタート。まずはバターライスを作っていきたいと思います。適当に切った人参と玉ねぎです。じゃあ炒めていきたいと思います。一番大事なふわとろ卵を作っていきたいと思います。できました。しめじを混ぜたデミグラスソースをかけていきます。元気が出るふわふわしめじオムライス完成。